これよりクエストカップ2015ファーストステージの発表を始めます。私は今会場で司会進行を務めます法政大学社会学部1年の古藤由香です。皆さんの発表に負けないよう私も練習を重ねてきました。最後までどうぞよろしくお願いいたします。続いて皆さんの発表をサポートする大学生スタッフを紹介します。ではよろしくお願いいたします。本日この教室の運営リーダーを務めます法政大学キャリアデザイン学部2年の宮本亮太です。どうぞよろしくお願いいたします。マイクや道具の用意をいたします。法政大学文学部2年の山崎美希です。よろしくお願いします。照明の方を操作させていただきます。法政大学に経営学部の金平君です。よろしくお願いします。法政大学人間環境学部1年の上村恵玲です。パソコンの接続のお手伝いをします。よろしくお願いします。皆さんの発表時間を記録したり伝えたりする役割をタイムキーパーをします。法政大学キャリアデザイン学部1年の五十嵐遥です。よろしくお願いします。ユーストリームで皆さんの発表の様子を全国に中継します。慶応大学2年の高橋健です。よろしくお願いします。以上7名のスタッフで皆さんの発表をサポートしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ゲートお願いいたします。審査員の皆様をご紹介いたします。審査員の皆様、客席の方を向いてご起立お願いいたします。スカバージェンサクト株式会社より取締役役員副社長経営戦略本部長二藤正夫さん、よろしくお願いします。経営戦略本部人事部部長久保田和夫さん、よろしくお願いします。有料化チャンネル事業部門放送事業本部プラットフォーム編成部編集チームアシスタントマネージャー川上真澄さん、よろしくお願いします。技術運用部門衛星技術本部衛星通信技術部第一システム技術チーム山之内遥さん、よろしくお願いします。教育と探究者山田義弘さん、よろしくお願いします。以上5名で皆さんの作品を審査いたします。それでは代表して久保田和夫さんより生徒の皆さんにご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。おはようございます。ついに、ファーストステージ発表の時間が来ました。皆さん緊張されているのかなと思いますけども、安心してください。審査員も緊張しています。今日ですね、皆さんに、考えていただいた、テーマは現代という大変難しいテーマだったんじゃないかなと思います。で、大変議論をして、時にはぶつかり合って、で、アドレナリンが出まくって、で、まとめてきた発表だと思います。皆さんのアドレナリンと発想が詰まった発表を楽しみにしています。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは審査員の皆様、ご着席をお願いいたします。全国から155作品の応募がありました。
ここにいらっしゃる審査員の皆さんが一つ一つ作品に目を通し、選び抜いた10チームがこれから発表します。今回皆さんが取り組んだのは、世界初、君たちの原体験を生かした宇宙ビジネスを提供せよというミッションでした。皆さんの探究の成果を存分に発揮していただきたいと思います。会場の皆さんもトップバッターは大変なプレッシャーですから、特に大きな拍手で応援の気持ちを込めてお願いいたします。それでは皆さん、ちょっと拍手の練習をしてみましょうか。では拍手。バッチリでした。では私の紹介の後に今度は本番の拍手をお願いいたします。トップバッターは埼玉県立鳩ヶ谷高等学校宇宙ゴミ消滅隊の皆さん。作品タイトルは新感覚宇宙ゲームです。これから埼玉県立鳩ヶ谷高等学校宇宙ゴミ消滅隊の発表を始めます。気をつけ。私たちのミッションへの疑問は2つです。原体験と宇宙ビジネスです。まず、はじめに私たちは原体験について調べました。原体験とは、記憶の底にいつまでも残り、今後の考え方に大きな影響を与えた幼少期の経験のことです。例えば、小さい頃に迷子になって警察官の人に付き添ってもらった。それがかっこよかったから、私も警察官になりたい。小さい頃、かくれんぼで見つけてもらえず、ずっと暗闇にいた。それ以来、暗所恐怖症になってしまったことなどです。私たちは会社内で自分たちの原体験について話し合いました。4人で共通した原体験は、山や公園で虫捕りをしたことで季節を感じるようになったこと。近くのお祭りの射的を行ったことで、シューティングなどのゲームに興味を持つようになったこと。ゴミ拾いなどのボランティアに参加したことで分別意識が高まったこと、あやとりやビー玉など昔の遊びに触れたことで歴史の変化を感じるようになったことなどです。次に、私たちは宇宙ビジネスについて調べました。宇宙ビジネスとは、宇宙に直接行って何かを行う、または宇宙にあるものを地球で使ったマネジメントのことです。宇宙ビジネスの代表例では、天気予報、GPS、 衛星放送など挙げられます。そして私たちは原体験と宇宙ビジネスを掛け合わせて考えた案は、デビルブレイカー。その前に、私たちがこの案に決めた背景をお話しします。皆さんは人工衛星のことをどこまで知っていますか？人工衛星とは、主に地球の軌道上に存在し目的を持った人工天体のことです。スカパー JSAT はこの人工衛星を16機持っています。たくさんあってどうするの？と思った方もいるでしょう。スカパー JSAT はこの16機の人工衛星を使ってさまざまなサービスを提供しています。つまり、たくさんの人工衛星を持つことは、たくさんのサービスを実現できるのです。しかし、形あるものいずれは離れてしまいます。宇宙に数千と打ち上げられた人工衛星同士の衝突、そして宇宙ゴミとの衝突でも壊れてしまいます。この宇宙ゴミのことをスペースデブリと言います。スペースデブリとは、大気圏外に捨てられたゴミのことで、剥がれ落ちたロケットの塗装、ロケットを飛ばした時に宇宙で切り離された燃料タンク、壊れたり使い終わった人工衛星から発生します。
ペースデブリは弾丸よりも速い速度で軌道上を回り続け、増える一方で減ることはありません。今現在10センチ以上のものは1万6千個を超え、10センチ以下の小さなものは5兆8千億個もあるのです。また人工衛星を壊すだけでなく、大気圏で燃え尽きなかったスペースデブリは隕石になって地球上にも落ちてくるのです。人工衛星の壊れる要素を一つでも減らせないかと私たち考え、デブリブレーカーが生まれました。これから企画説明に戻ります。スペースデブリは弾丸よりも速い速度で移動していますが、ガスをかけることで速度を遅らせ、軌道上からそらすことができます。そしてダイナマイトのような火薬物質で破壊することを考えました。しかしここで大きな問題があります。破壊されたスペースデブリは大きなものから小さなものになっただけで、スペースデブリであることに変わりはありません。しかも小さなデブリが増えてしまいます。これがスペースデブリが爆発的に増えた原因でもあります。スペースデブリを完全になくすためにはどうすればいいか、そこで私たちは可能性を見つけました。高温な熱で溶かせば蒸発し完全消滅できることを。ですがスペースデブリを壊したいって人はなかなかいないですよね。そこで私たちはゲームで遊びながらスペースデブリを消滅することを考えました。私たちはアンケートを行い、みんなのゲーム意識を調査しました。あなたは普段ゲームをしますかというアンケートでは、7割もの人が普段ゲームをしていました。次に、月にどれくらいの頻度でゲームセンターに行きますかというアンケート結果では、6割の人が ゲームセンターに行き、中でも1割の人は頻繁にゲームセンターに行っていました。ゲームなら気軽だし、楽しみながらできると考えました。これからの流れはこうです。1. スカパー小2のゲームセンターにデブリブレーカーのゲーム機を設置します。 2. 機械を置くためのステーションを作る。スカパー JSAT の衛星人工衛星の軌道上のこの部分に作る予定です。 3. ガスと熱レーザーの出る機械を宇宙に飛ばす。ガスは持っていかなければなりませんが、熱レーザーは太陽光で充電できます。 4. 宇宙の機械とゲーム機を人工衛星の衛星通信で連動させます。デブリブレーカーは100円で最大10分遊ぶことができます。オンラインで全国のプレイヤーと協力プレイをすることができます。スペースデブリを壊したりイベントなどでポイントを貯め、そのポイントでアバターや装備の変更をすることができます。それでは今からこちら側が宇宙、こちら側が地球で起こっていることを再現します。
ソッカパポイントをゲットしたぞ。また遊んでね。今日いっぱいだし、今日はそろそろ帰るかな。ありがとうございました。人工混ぜ。機械が壊れたり、壊れた機械が新たなスペースデブリになってしまうのではないか、そんなことを考えたあなた。壊れた機械はボタン一つで自ら熱を発し、自然消滅するのです。ゲームが苦手でできないあなた、そして昼間忙しくてゲームセンターに行けないというあなた、スカパー J さんのスカパー J さんとの放送系サービスやマルチキャストサービスを使い、デブリブレイカーのチャンネルで放送します。また24時間オンラインで放送できるオンライン放送と、過去も見れるタイムシフト放送でお気に入りのプレイヤーをいつでもバッチリチェック。そして消費者から発生するお金は全てゲーム会社に行ってしまいますが、そのゲーム会社が使った人工衛星の衛星通信の収益は全てスカパーに行き、チャンネル放送で得た収益も全てスカパーに行きます。そして一番のメリットは人工衛星が壊れなくなることです。最後に、こんなこと実現不可能じゃないかと思ったそこのあなた、本当にそう思いますか？私たちの身近な携帯電話、わずか30年でここまでの進化を遂げました。携帯だけではありません。パソコンや自動車など様々なものが急速な進化を遂げているのです。まだ未開発の宇宙、可能性は無限大です。衛星通信、ロケットを飛ばす、宇宙に何かを作る、今現にできています。宇宙ビジネスはこれから進化し続けるのです。これで埼玉県立鳩ヶ谷高等学校宇宙ゴミ消滅隊の発表を終わりにします。気をつけて。それではここで審査員の皆様お一人につき1分から2分程度で2名の方にご交渉をお願いいたします。宇宙ゴミ消滅隊の皆さん、どうも発表お疲れ様でした。本当にまずちっちゃなものも含めて5兆8000個もあるんで初めて知りました。大変なものですね、確かに。で、本当に宇宙ゴミって、深刻な問題なんですよね。皆さんもゼログラビティって映画見たことあるんですけど、あの時は衛星の大変が飛んできて、本当にそういう深刻な問題をですね、ゲームとかに突きつけたことが素晴らしいな、そらな。やはり何かしらのこの先がないと、ああいうゴミにきれいにしようっていうなかなかならないので、さすがに若い人たちがそらなとすごく感心しました。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。事前の審査をした時よりもものすごく特にプレゼンテーションがすごく良くなっているなと思いました。それあと、そうですね、その後のこう収益の話とかビジネスのところも、すごく前よりもよく考えられているなと思っていて、宇宙ゴミのテーマをした学校っていうのは今回すごく多かったんですけど、やっぱりその身近なゲームとかその生活に入り込むようなアイデアを入れたっていうところが僕は少し差別化があってよかったと思います。お疲れ様でした。本当ありがとうございました。それでは最後に宇宙ゴミ消滅隊チームの皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。続いて2チーム目の発表です。
緊張しているようですね。肩が力が入っている感じがするので、肩の力を下ろしてみてください。それでは続いて2チーム目の発表です。新潟県立国際情報高等学校 KJSAT の皆さん、作品タイトルはスーパーミラー光る J です。これから私たちチーム KJSAT の発表を始めます。気をつけ、お願いします。お願いします。今回私たちはスカバー JSAT からのミッションをもとに企画を考えました。そのミッションとは、せーの、世界初、君たちの現代点を生かした新しい宇宙ビジネスを提案せよです。現代点とは、その記憶の底にいつまでも残り、その人が何らかの形でこだわり続けることになる幼少期の体験のことです。皆さんは子供の頃、虫眼鏡で太陽の光を集めて何か物を燃やしたことはありませんか？そんな時に太陽の力ってすごいって感じたことはありませんか？私たちは太陽と地球はとてつもなく離れているというのに、虫眼鏡でも光を集めることで何か物を燃やすことができる、これは絶対に何かに利用できるはずだと考えました。高い技術力を持つ人類がこれを利用しない手はありません。そこで私たちは、せーの、スーパーミラー光る J を提案します。この企画は太陽光が生み出すエネルギーを利用するというものです。まずスーパーミラー光る J を現在スカパー JSAT が保有している人工衛星に搭載します。その装置は何枚ものパネルで構成された大きな鏡のようなものです。この鏡で太陽光を目標上の一点に集めます。この地点には非常に大きな熱量が生まれることになります。また鏡を構成するパネル1枚1枚を操作することによって焦点の位置を操作します。操作は地球から行えるようにします。いくつかの装置を使って太陽光を装置から装置に反射させることで、さらに大きな熱量を生み出すことが可能です。このようにスペースデブリを無害なレベルまで小さくすることが可能です。スペースデブリとは地球の周りを回っているゴミのことです。例えば宇宙船の破片やネジなどで、その大きさは様々です。スペースデブリの問題は衝突することです。衝突とはデブリと人工衛星、あるいはデブリ同士の衝突のことです。2013年5月にエクアドルの衛星ペガソが旧ソビエト連邦が打ち上げたロケットの残骸と衝突し、制御不能となりました。これがもし有人宇宙船ならば大惨事になっていたことでしょう。こんなデブリをほっといてよいのでしょうか？いえ、ダメです。スペースデブリはなくさなければならないのです。そこで私たちの考えたスーパーミラー光る J の出番です。この装置では先ほども言ったようにスペースデブリを無害なレベルまで小さくすることが可能です。それによってスペースデブリで起こる事故をなくします。ですが、デブリをなくすには莫大な費用がかかります。デブリをなくすためにどこから費用を集めるのか。あ、そっか、スーパーミラー光る J を他の事業に利用しデブリをなくすための費用を集めればいいんだ。ただスーパーミラー光る J で一体何ができるのだろうか。そうだ、この装置で生み出されるエネルギーを発電に利用しよう。これなら費用が集められ一つの事業としても成り立たせることができる上にデブリをなくせるではないか。ではどのように発電をするのか。簡単なことです。まず皆さんは火力発電の仕組みをご存知でしょうか。化石燃料を燃やして生まれる炎の熱によって水を蒸発、発生した蒸気の力によってタービンを回すことによって電気を生み出すという仕組みです。私たちが提案する発電方法は
この水を蒸発させるという過程を炎の熱によってではなく、スーパーミラー光る J が収束させた太陽光線の熱によって行うという画期的なものです。皆さんもご存知の通り、従来の発電方法は多くの天然資源を使い、二酸化炭素などの物質を排出してきました。よって地球温暖化が進行し、地球に甚大な被害を与えてきました。また発電に二酸化炭素を排出する化石燃料の日本の輸入額は平均して年間で約20兆円です。その 45% が火力発電に使われ、総額で9兆円もの負担を国に与えているのです。財政危機に瀕している今の日本にとって、この額は大きな負担になっていると言えるでしょう。そして日本政府は根強い反対があるにもかかわらず、原子力発電所を再稼働させようとしています。しかしスーパーミラー光る J はそんな悩ましいさまざまな問題を解消してくれます。この発電方法では太陽光の収束を利用した大きな熱で水を蒸発させるので、二酸化炭素を一切出しません。よってクリーンな発電を行うことができます。また太陽光はいくら使っても経費はゼロです。つまりこの発電方法は地球に一切負担をかけません。財政にも一切負担をかけません。これでデブリを消すための費用が集められ、デブリ除去の事業が始められます。次にデブリ除去の方法について説明します。まずデブリに太陽光線を集め、溶かして小さくします。そしてそれを光子の反射の反作用で生じる推進力によって動かし、地球の大気圏に落とします。この太陽光で物を動かすという仕組みは、この理論は JAXA によって開発されたソーラーセール、イカロスという宇宙船で実証されています。そしてこのデブリはある程度小さくなっているので、突入している間に完全になくなります。万が一、人がいる場所に落ちないように光を与えている段階で、時間、方角はコントロールすることが可能です。この装置を使い、スペースデブリをロケットの打ち上げの邪魔にならないようにし、デブリ同士での衝突による事故をなくします。そして、ねえねえ、流れ星見に行かない？流れ星なんて見てるわけねえじゃん。あ、今さ、スカパーで流れ星のサービスやってるらしいよ。そうです。スカパーでは流れ星を見ることのできるサービスを展開しているのです。うお、すげえ。流れ星きれい。スカパーってすごいんだね。落ちていくデブリを地球から見ると、まさにそれは流れ星です。これをイベントなどで利用し利益を得ることもできます。またそのイベントの生中継をスカパーで放送し、合わせてスーパーミラー光る J や人工衛星に小型カメラを搭載して、デブリが落ちていく瞬間をお茶の間の皆様に見ていただいたらどうでしょうか。デブリへの関心が高まり、スカパー JSAT のイメージアップにもつながることでしょう。つまりこのようなことです。発電する、利益を得る、デブリを除去する、スカパーのイメージが上がる、流れ星をスカパーで放送する、利益を得る、スカパーのイメージが上がる、スカパーの収入が増える、このようなビジネスのシステムを作ります。次にデメリットの説明をします。まず、莫大な費用がかかります。また兵器への転用などの危険行為に利用されないよう正しく管理しなければなりません。その解決策や対応策も提案します。デブリを除去するコストについては、発電で得た利益を利用することで改善します。危険性と管理の大変さについては、危険行為に利用されないようコンピューターでの管理だけでなく、数の人の手による管理も必要となるようにしていきたいと考えています。それによりコンピューターと人の欠点を補う形で管理していきたいと考えています。今回私たちが提案したスーパーミラー光る J は、発電によって日本の経済を助け、デブリの除去によってさらなる宇宙進出の拡大を可能にします。また私たちが身近に感じられるサービスの一つとして流れ星を提供します。太陽光をエネルギー源としたクリーンなエネルギーを無限に生み出すことができます。今回挙げた例の他にも
他分野での利用が期待できます。そう、未来の地球の希望ともなる可能性があるのです。この装置を実現することができれば、太陽の光は私たち人類の手によって自由自在に扱うことができるでしょう。スーパーミラー光る J で、スカパーとともに新しい宇宙を創造していきましょう。これで私たちチーム研究者の発表を終わります。気をつけ、ありがとうございました。ありがとうございました。研究者チームの皆さん、ありがとうございました。それでは審査員の皆様、投票をお願いいたします。スーパーミラー光る J、最初聞いたときは新しいアイドルが出てくるかと思ったんですけども、何回もですね、いい意味でプレゼンの途中で裏切られました。いい意味で、まず最初鏡を使うというところで、それで、デブリを消滅させる。で次に発電の話をされたので、まあ、大体発電の話になるとですね、太陽電池とかそういう方向に行くんですけども、そっち行くのかなと思ったら、鏡を使い続けるということで、でさらにですね、最後にはそのスカパーの方のトンシューマーの方も伝えていくということでですね、これはもうちょっと今僕は自分の発想を3段階か4段階ぐらい超えられたなということで、大変感謝しました。ありがとうございました。お疲れ様でした。今回デブリと発電ということで、私はこれ地球と宇宙両方の環境問題がすごい解決できる素敵な提案だなと思いました。でまた自分たちにデメリットについてもちゃんと考えていて、まあ、それに対してどういう対策を取ったらいいというところまですごく提示できていて、具体性がある素敵な提案だと思います。ありがとうございました。それでは最後にもう一度大きな拍手をお願いいたします。ください。続いて3人目の発表です
願いいたします。以来、スカパー JSAT ではおよそ340万人という日本第2位の加入者数を誇る有料化チャンネル事業と、アジア最大の衛星事業を両輪とするハイブリッドな強みを最大限に発揮しています。スカパー JSAT は放送と通信という公共事業を担うとともに、担うとしての使命を胸に、これからも持ち前のパイオニアスピリットで人々の暮らしに豊かさと楽しさと安心を届けています。この左下にいるキャラクターはスカパー公式のキャラクターで、名前はスカッピーです。この名前の由来は当時のスカイサービスとパーフェクトテレビの頭文字 S と P の文字を合体させられて作られたそうです。スカパーはスカイパーフェクト TV の略称です。宇宙衛星事業では社会の安心安全を支える役割を果たすとともに、グローバルビジネスや新規事業領域拡大に取り組んでいます。その例として、緊急地震速報や津波予報等の防災情報などの配信、海上での船の接触を防ぐなどの人の命に関わる重要な役割を果たしています。有料化チャンネル事業においては、業界に先駆けてハイビジョン化の推進や新 BS 放送など多チャンネル放送の魅力と楽しさを広げています。また、その種類は映画、スポーツ、総合エンターテインメント、音楽、海外ドラマ、バラエティ、韓流、アニメ、ニュースなど、すべてを合わせるとおよそ70ものチャンネルがあります。そのうちの一つでもある新 BS スカパーチャンネルは、スカパーに1チャンネルでも加入していれば誰でも無料で見れることができるチャンネルで、ジャニーズや AKB など様々なアーティストの番組が楽しめます。また、私たちにとっては嬉しい予備校の講座動画なども配信しています。スカパー JSAT の紹介が済んだところで、私たちに与えられたミッションを紹介したいと思います。私たちがスカパーに与えられたミッションは、世界初君たちの原体験を生かした新しい宇宙ビジネスの提案せよです。世界中の人々に届けることはできないだろうかと考えました。そこで考えたのは、プロジェクションマッピング大科学です。私たちがこのような作戦を考えた背景にある原体験とは、友人と一緒に行ったディズニーランドでたまたまやっていたワンサンポンアタイムを見てとても感動し、あの時のシンデレラ城で味わった感動を次で再現することはできないだろうかと考えました。企画の内容を世界の人々によ
とスカパーがコラボして新たなアニメーションやその他のディズニー映画などを月に向かって投影するというものです。その投影している様子をカメラで撮影し衛星放送でスカパーが世界中に届けるというものです。この企画が好評だった場合投影する映像の内容をスカパー加入者からアンケートを取り人気だった作品を次回からのプロジェクションマッピングで投影していきたいと思っています。この企画の実現性については現在大塚製薬がルナドリームカプセルプロジェクトという企画を進行中です。このプロジェクトは子どもたちの将来の夢を詰め込んだタイムカプセルを月に送るというものです。約3万8000人もの民間人の人々が興味を持ちこのプロジェクトに応募しています。このようなことを示唆するとこのたくさんの人の関心が必要なプロジェクションマッピング大作戦も実現する可能性が高いと思います。このような感じです。月に撮影可能な静止衛星をまず地球から月に向かって打ち上げます。打ち上げた後に静止衛星から月に向かってプロジェクションマッピングする映像を投影します。この企画のデメリットは大金がかかるということです。未知の世界である宇宙で行うプロジェクトなだけに予算が膨大にかかることは確実で予想がつきません。ちなみに今計画されている宇宙エレベーターの予算は数千億から1兆円です。なので私たちのこのプロジェクトでも最低でも1兆円はかかると思われます。私たちが考えた解決案として注目したのは皆さんは普段テレビを見ているときに必ず見るもの、そう、それはコマーシャルメッセージ CM です。CM は民間放送でラジオ番組、テレビ番組の前後や番組に普通に流される短い広告放送のことです。日本の民間放送局のうち地上波放送局、地上民放系 BS デジタル局、ラジオ放送局などは CM を放送することで広告主、スポンサーから広告料および番組の作成費を提供されることで利益を得ています。そこで私たちは世界中の企業からこのプロジェクトにかかる資金を提供してもらい、そして資金提供をしてくれた企業の CM をメインに投影したい映像の全部や途中に月に投影することで資金提供をしてくれた企業の名はスカパー JSAT の衛星放送により月に映し出され世界中の人々に知ってもらうことができます。このシステムを使えば大金がかかるというデメリットも解決されます。の裏付けとして私たちはまず日本国内の企業が広告にどのくらいのお金をかけているのか調べました。このグラフはどの企業が広告にどのくらいのお金を出しているのかという統計です。1位のソフトバンクモバイルだけで約32億円の広告代に当てており、5位のトヨタ自動車も約17億円投資しています。1位から5位までの合計価格はおよそ115億円です。月への投影は日本国内だけでなく世界規模で注目されるので企業からの資金を提供してもらえると考えました。そして企業だけではなく個人からの資金を集めるためにスカパー加入者の中から抽選をし、当選した人はその人のためだけに用意される宇宙ロケットで月の目の前まで行くことができます。そこでプロジェクションマッピングを実際に見ることができるとともに宇宙旅行を楽しむと面白いことができるサービスを提供します。たとえその抽選に落選してしまった人でも、先ほど説明したように次に投影する映像のアンケート投票権を得ることができるので、スカパー加入者全員がこの企画に参加することができ、スカパーに加入したいと思う人は増えるという仕組みです。そしてこの企画のメリットとは、メリットの一つ目は世界中の人々が宇宙そのものに対して興味を持つです。宇宙空間にある月は映像を投影することによって映像のみに興味を持つ人たちでも宇宙への関心が高まります。メリットの2つ目はプロジェクションマッピングをする投影するスカパーと投影される映像の企業双方の利益が上がるです。投影するスカパーはもちろん投影される映像の知名度が格段に高まるので両者の利益が上がります。メリットの3つ目は宇宙ビジネスに関心を持つです。
例えば2013年開通予定の宇宙エレベーターなどを利用して NASA や JAXA など現在行っている宇宙ビジネスにも関心が持てるようになります。メリットの4つ目は経済を活性化させるです。この放送を見て宇宙に行ってみたいという富裕層が増え世界の経済を活性化させることができます。メリットの5つ目は誰でも気軽に視聴することができるので差がなくみんなが楽しむことができることです。スカパーに加入すればどんな人でもこのプロジェクションマッピングを視聴することができるようになります。今までの提案をまとめると、スカパーが月に映像を投影させてプロジェクションマッピングを行う、世界がこの企画に注目する、人々がスカパーに加入する、加入したたくさんの人々がプロジェクションマッピングを見て幸せな気持ちになる、これが私たちの考えた世界初、自分たちの原体験を生かしたプロジェクションマッピング大作戦です。というかエンタメ感があるテーマだったと思うので、まあ、その点でもすごく少し目立ってたかなっていうところと、やっぱりそのいつものサービスだと、まあ、テレビのフレームの中で考えてることが多いので、そういう月とか宇宙とかをそこ の, サービスの場にできるっていうのはすごく夢があってよかったと思います。お疲れ様でした。はい、好評ありがとうございました。最後にもう一度とっとこほの太郎チームの皆さんに拍手をお願いいたします。続いて4チーム目の発表です
皆さんこんにちは。私たちはスカパー J さんとのインターンをしている2校です。これから私たちのプレゼンを始めます。システムといったこの順序に基づいて話を進めていきたいと思います。まずスカパー JSAT について簡単に説明します。スカパー JSAT は日本で唯一アジア最大の衛星通信事業者です。16機もの人工衛星を使い、さまざまなサービスを展開しています。主に BS 放送などの有料チャンネル放送や防災・危機管理などの通信サービスを行っています。地上の回路を経由しない衛星通信ネットワークは災害時に寸断されることはありません。スカパー JSAT だからこそできることだと思っています。私たちに与えられたミッションは、世界初君たちの原体験を生かした新しい宇宙ビジネスを提案せよというものです。これについて、まずグループ内で原体験とはどういうことについて話し合ったところ、いくつかの問題が出てきたので、それについて今から話していきたいと思います。一つ目は、離れて暮らすお年寄りの健康が心配だということです。いくつか分かりやすいグラフにまとめてみたので、そちらをもとに見ていきたいと思います。はじめに、自宅で死亡してしまう65歳以上の割合が急増中ということについてです。こちらのグラフをご覧ください。年々割合が増えています。皆さんもニュースで見かけることは多いのではないでしょうか。グラフによると、2021年には650人を超えてしまうと予測されています。次に、高齢者の認知症の割合から見た問題についてです。グラフを見てください。年齢が高くなるにつれて認知症の割合が増えていることが分かります。認知症の人は散歩に行った時に突然道が分からなくなり、徘徊してしまうということが問題になっています。すぐに見つかればよいのですが、数日後になって遺体となって見つかるという悲しい事故もあります。また一人暮らしのお年寄りは野菜や魚などに栄養が偏ってしまうという問題もあります。私自身、祖母が岩手県に一人暮らしをしていて、何かあった時にすぐに駆けつけてあげることができないので、とても心配です。これらのことから、私たちはお年寄りが安心して暮らせる仕組みが必要だと考えました。二つ目の問題は子どもの安全についてです。まず、子どもの家で一人になってしまう子どもが多いということです。グラフをご覧ください。近年、共働きによって子どもが家で一人になってしまうことが多くなり、子どもは家で一人で不安だし、親は子どもが何をやっているのかわからないので不安だと思います。次に、子どもの犯罪被害の増加です。グラフを見てください。年々減ってはいるものの、まだ年間120人もの子どもが拉致被害に遭っています。もしもこんなことがあったら。ママ、ちょっと遊びに行ってくるね。あ、ほんと。あ、じゃあ知らない人について行っちゃダメよ。あと、暗くなる前に帰ってくるね。わかってるって。行ってきます。行ってらっしゃい。気をつけて。ねえお嬢ちゃん、気をあげるからついてきてよ。ママに知らない人について行ったらダメだって言われたもん。こっち残念な人じゃないからついてきてよ。ねえママ、助けて。もうこんな時間、あの子何してるのかしら。こんな時にあの子がどこにいるのか、何をしてるのか分かればとても安心できるのに。そんな時でも大丈夫。こんな問題も解決できちゃうシステムがあります。あなたの大切な人を助けます。守ります。その名も
ハピネスシステムです。僕たちが考えた新システムハピネスがどのようなものなのか順に説明していきたいと思います。まずお年寄りや子供に腕に簡単に装着できるデバイスをつけてもらいます。左上の図のようなものです。このデバイスをつけるとつけている人の体調などのデータや位置情報を読み取ることができます。またこのデバイスをつけると自動的に保護者や介護者が持つスマートフォンなどの端末に自動的にそれらの情報を送ることができます。また災害が起きたりして地上のネットワークが途絶えたりしてしまっても、スカパーさんの持つ人工衛星を介することでどんな時でもいつでも介護者や保護者の方がデバイスをつけている人の体調データや位置情報を知ることができるというのが僕たちが考えたハピネスです。こんなことを耳にしたことがあります。例えば事故現場から救急車に連絡をして住所を伝えます。しかし救急車は現場が分からず対応が遅れてしまうことがあります。そこでハピネスシステムとスカパーの人工衛星を使ってより早く、より正確な情報を伝えて、より早く対応をできるようにします。私たちは人間の持つ脈拍に着目しました。脈拍についていくつか調べてみたところ、様々な健康状態がわかるということがわかりました。緊張、興奮、リラックス、睡眠などの状態、心臓機能、血管機能、そして血液の量などが脈拍から分かるので、これらの健康状態を装置を装着した人のこれらの健康状態を瞬時に分析し、ハピネスシステムにより保護者または介護者の携帯または端末機器に情報を伝達することができるのではないかと考えました。また一番上の状態が分かるということに着目し、装置を装着した人の歩いている、走っている、リラックスしている、そして睡眠しているといった今どういう状態なのかということを4つの行動パターンに分けて、保護者、介護者の、スマホまたは端末機器に情報を知らせるという機能もつけようと考えています。これにより安心感もより増すと思います。だがしかし、私たちにはまだ何かが足りない。そう、重要な何かが、そうだ、この今回のクエストカップに協力していただいている企業様の中に、私たちのメシア、救世主がいるではありませんか。そうです。私たちはスカパー JSAT さんとオムロンさんの企業提携によりハピネスシステムの実現ができるのではないかと考えました。私たちが提案したハピネスシステムには、脈拍を読み取ることのできる装置が必要です。なので体温計、温度計、血圧計など医療機器のエキスパートであるオムロンさんに協力をお願いしたいと思います。オムロンさんの医療機器開発技術と衛星通信事業者であるスカパー JSAT さんの力をもってすれば、このハピネスシステムは十分実現可能だと思います。最後に僕たちが考えた新システムハピネスについて簡単にまとめさせてもらいます。スカパーさんの持つ人工衛星を活用してデバイスをつけている人の体調データや位置情報を保護者介護者の持つ端末で送信して、より安心な社会を作るというのが僕たちの考えたハピネスです。お年寄りの方が使っていただければ、体調などのデータを保護者や介護者のもとに素早く届けることができます。また体調の急変時にはデバイスが自動的に病院や救急車へ細かな位置情報を送ることで素早い措置対応ができると思います。またお子様のために使っていただければ、位置情報や保護者の方が今お子様がどこで何をしているか、またどのような体調なのかすぐに知ることができます。お子様が先ほどの劇のようにお子様が自ら危険を感じたり、保護者が不安を感じたときには警察へ簡単に通報が可能となっています。
安心な世の中の実現を目指して、常に人と人が心をつないでいられるように、このハピネスシステムを提案します。ご清聴ありがとうございました。名城大学附属高等学校2校の皆さんで、作品タイトルは心をつなぐ平和な世の中の実現を目指してでした。ありがとうございました。それではご好評お願いいたします。ただいまの発表時間は10分ちょうどでした。社会問題から入るという ところがですね、高校生としては、そういうところから入ったかと最初思いましてですね、孤立を解決していくというのは、すごく直近の課題として今、日本全体で抱えていることというところにこうテーマを持っていたというのは、面白かったかなと思います。最後に大室さんが出てきて、で実際の事業を作ってみて、なかなか一社でできること実際には少なくて、大体企業提携ということをしながら広げていくというようなことで、具体的にですね、大室さんという名前が出てくるというところも良かったかなというふうに思います。ありがとうございました。発表ありがとうございます。この提案で具体的にどういう場で役に立つかですとか、具体的に血液の情報から何が分かるかというところまでしっかり調べられていて、でそれを提案に盛り込めていたので、非常に分かりやすい、提案になっていたと思います。で弊社の衛星を使ってデータを集めるというだけじゃなくて、それをどうやって利用するかというところまで皆さん考えてくださっていて、探究が比較的すごくできていた提案になっていたと思います。ありがとうございました。それでは最後に大きな拍手をお願いいたします。続いて5チーム目の発表です
線防止かい。数時間前では第1回ミッション検討会を始めます。副班長、ここ寒い。暖房なかなか効かないな。もう冬なんてやだ。早く暑い夏来ないかな。でも私は夏も嫌い。日焼けするし。すいません、ちょっと止めます。ライトがぶつけます。では第1回ミッション検討会を始めます。副班長、ここ寒い。暖房なかなか効かないな。もう冬なんてやだ。早く暑い夏来ないかな。でも私は夏も嫌い。日焼けするし。日焼けか、確かに厄介だな。あれは紫外線のせいだっけ。あれ、紫外線って確か危ないやつじゃなかった。日焼けだけじゃなくて皮膚がんや健康を妨げるもとだって聞いたことあるよ。そうなの。じゃあ紫外線のない夏よ。コンピュー。あ、皮膚がんはね、ただの出来物だと思ってると、キャー、やだ。紫外線は増えているし、吸収してくれるオゾン層は破壊され続けているし、オゾンホールの拡大は今もなお私たちの知らないうちにどんどん進行しているのです。そして皮膚がんも成層圏のオゾン層が 1% 減少した場合、全世界でなんと年間約5万人弱も患者が増えてしまうのです。紫外線？オゾン層かい？日焼け対策で、オゾンホールの対策で、地球のみんなが救われる宇宙ビジネスの完成だ。みんな地球に帽子をかぶせよう。帽子で紫外線防止。はい。説明しよう。そこで出来上がったプランが、帽子で紫外線防止。オゾン層の薄いところに帽子をかぶせて、通過する紫外線を防止します。帽子はハットだから、ハットだけにハットする企画ですよね。ごめんなさい。帽子って本物の帽子？違うよ。紫外線を中和させる薄い透明な膜を張るの。人工衛星を2機使って、人工衛星を使うからこそ世界中のどこにでも設置できちゃうのです。他の人工衛星よりも外側に貼れば、紫外線による人工衛星の劣化まで防げるよ。それに日本にはフロンティア精神と遊び心にあふれたスカパージェイザットって企業があるじゃん。こんな無茶な企画でも耳を傾けてくれるかもしれないよ。でも
地球に帽子だなんて SF 映画でも聞いたことがない。ちなみにロケットはどうやって打ち上げるんだ。宇宙ビジネス企業のスカパーが宇宙ビジネス妨害企業になってしまうんじゃないか。え、それに本当に膜なんて張れるの。メンテナンスは、コストは。え、あ、でもさ、そんなことしなくても今紫外線を防いでるのオゾン層なんでしょ。だったら少なくなったオゾン層はその部分のところを復元してやればいいんじゃない。オゾンに依存か。確かにオゾンという物質は作れますが、たくさん作って層にすることは難しいのです。だからオゾン層の破壊は問題になっているのです。そういうことね。酸素は2つの酸素原子からなっています。そこにある波長の紫外線を当てるともう一つの酸素原子がくっついて3つとなります。それがオゾンです。これは容易にできるのですが、層を作るとなると効率が悪すぎて難しいのです。じゃあこれもボツ。班長アウト。待て待て、帽子というのはあくまでもイメージだから、これが無理でももっと他に何かあるでしょう。あ、例えばこの範囲の紫外線を減らしてくださいって国や地方自治体から依頼を受けたスカパーがお金をもらって人工衛星からビームを出してそれで紫外線を弾くとかね。ビーム？ああ、人工衛星から人工的に作った紫外線を当てればいいんじゃないか。ほら、周波数の同じ逆向きの波がぶつかり合うと波が消えるって物理で習ったよな。ああ、それ知ってるよ。ノイズキャンセリング機能。なんでそれ。イヤホンとかに搭載されてる周りの騒音を感知して消す機能のことだよ。ソニーのウォークマンとかにも実際に入ってる。音でできるならきっと光でもできるよ。音は空気や物を振動させて波を作ります。光もまた電界や磁界を振動させて波を作るので、原理的には光でも応用が可能なのです。うん、このプランなら紫外線の量が調節できるし、結果的に皮膚がんとか病気も防げるし、ちゃんとビジネスになってるね。このプランでの最大の狙いは健康維持です。世界中の全ての人に役立つプランになりますように。ちょっと待った。将来このプランが確立して技術が進歩したら、その後は紫外線を防止するだけじゃなくて紫外線を集めて利用することもできるんじゃない。例えば周波数を無理やり引き伸ばして可視光に変換して、未来の通信技術と言われる可視光通信の光源に利用するとかね。おお、でも課題はたくさんあるね。例えば太陽の光は紫外線だけでなく可視光や赤外線などさまざまな波長を含んでいるけど、紫外線だけに影響を与えることは可能なのかとかね。なるほど。まあこの辺は未来の専門家さんたちにお任せしよう。いつの間にか帽子がなくなってる。けど帽子はしてるからまあいいか。数十年後、Hello, you just cut down the UV light by 50% from 2:30 p.m. to 3 p.m. today? Sure, we can do that. Thank you for using our service again. Thank you. You've been so kind and helpful responding to our request whenever and wherever it is. 12時から15時、ハワイ周辺お願いします。了解しました。よし、早速人工衛星に信号を送らなきゃ。今日もスカパーは大活躍、 CM も大ヒットしたね。衛星放送事業よりこっちが中心になっちゃったけど、まあいいか。
これは世界保健機関 WHO からの警告です。今世界は一丸となってオゾン層の破壊を防ぐ取り組みを進めていますが、増加した紫外線による人体への悪影響は強まるばかりです。だからこそパイオニア精神にあふれたスカパージェイサットさんの技術力で、この帽子で紫外線防止プランにチャレンジして世界を救ってもらいたいのです。私たちと共に世界を救うヒーローとなって世界のスカパージェイサットになろうではありませんか。世界初、日焼けは嫌だという原体験を生かし、紫外線に注目した新しい宇宙ビジネスを私たちは提案します。4チームの皆さん、ありがとうございました。ただいまの発表時間10分19秒でした。審査員の皆様より講評をお願いいたします。はい、どうもご苦労様でした。本当に無茶な入り方してどうなるかと思ったんですけど、これがですね、この無茶な企画がいろんなと言われてコストだとか言ってるとか、ダメに言われそうになっていくのを跳ね返していく諦めないプロセスです。表現させて、我々今、励まされた感じがしますけど、最後はですね、最初の入り方の無茶なところと比べ物にならないぐらいの論理的なところに落ちていくという、そこが変なぜね、今日としてもすごく面白かったし、聞いてて元気をもらえる、そういうような感じで、ありがとうございました。お疲れ様でした。そうですね、私は衛星部門じゃないのであまり技術的なことについてコメントできないんですけれども、プレゼンテーションは、最初事前の審査をした時すごく長かったのでどうなるかなと思ったけど、ちゃんと時間も短くなって、前の時よりもよりコンパクトになってよかったと思います。でもここまで気象点検をつけて飽きさせないで、一つの映像を作れるっていうのはすごい本当にすごいなと思うので、そういうところはこの別にクエストカップじゃなくて、これからもいろんなところで使えると思うので、これからも頑張ってください。お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは最後にもう一度大きな拍手をお願いいたします。お疲れ様でした。ここでトイレ休憩の方に参ります。先ほど5分間のトイレ休憩と申しましたが、時間調整の関係で3分間のトイレ休憩をさせていただきたいと思います。現在の時刻が11時54分ですので、11時57分まで目的に戻ってきてください。次に発表するブースアクトの皆さんは少し早めに舞台の前に集合して準備してください。お願いいたします。このスライドが途中で落ちるというトラブルがあったんですけれども、ただいま全館の方で電気システムのトラブルが起こっておりまして、スライドが落ちる可能性がございますが、万が一もし落ちた場合また発表されますと宣言していただければと思います。大変ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません。それではチーム名の発表に参りたいと思います。準備は OK でしょうか。大丈夫でしょうか。OK。 確認だけいいですか。すいません。失礼します。6チーム目は埼玉県立浦和商業高等学校ズーサットの皆さん。作品タイトルは宇宙リゾート計画人工衛星を添えてです。こんにちは、チームズーサットです。私たちはスカパージェイサットのミッションを受け、私たちなりに面白くワクワクするような計画を考えました。今の世の中、交通機関が発達しいろいろな場所に行くことができるようになりました。しかしまだ私たちのような一般人が行けない場所があります。それが宇宙です。私たちはスカパーからのスパッすいません失礼いたしました。今回スカパーの技術を利用し、またスカパーからの条件の一つである
原体験を生かしたみんなが楽しめ気軽に行ける新しい宇宙ビジネスを考えました。それが宇宙リゾート計画です。今回宇宙にリゾート地を作ろうとした動機は、小さい頃体験した家族での楽しい旅行を宇宙で体験できないからとできないかと考えたからです。皆さんはご存知かと思いますが、それぞれの国には領土、領海、領空が与えられています。各国はそれらの領域で街を作り生活をしています。では今回の題材である宇宙はどこの国の所有領域かご存知でしょうか。宇宙はどこの国の所有域でもなく、1967年に発行された月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約、通称宇宙条約によって宇宙の空間の所有が禁止されているため、宇宙空間に属する部分は領空に含まれません。第1条で規定されている宇宙空間の探査・利用の自由では、宇宙の利用は全ての国の利益のために国際法に従って全人類が自由に行うことができると規定されているのです。そのため宇宙で生活してはいけない決まりはありません。よって宇宙にリゾートを作ることは可能であると言えます。ここで使用できそうな宇宙技術を挙げていきます。まずはじめに近傍接近システムです。これは宇宙ステーションと補給機のドッキングの際に通信・誘導を行うシステムです。この技術を応用すれば、打ち上げた衛星をドッキングする際に安全に行うことができます。次にスラスタです。これは人工衛星に搭載されたエンジンで、軌道上での位置などを修正するためのものです。この技術を継続にすれば、一修正だけでなく衛星施設の大きな移動が可能になるはずです。それと施設同士の組み合わせを変えることができます。組み合わせを変えることによって遠い施設間の移動が楽になったり、違った楽しみを見つけられるかもしれません。太陽電池パネルは電力をたくさん使う衛星には重要な機器です。遮るものもなく、常に太陽が出ている宇宙空間では多くの電力を作り出すことができるはずです。最後に一応のイオンバッテリーです。これは衛星が地球の影などに入って太陽光が当たると発電ができなくなった時に衛星を稼働させるための電力源です。また修理などの時も回復までの電力に止まることはありません。次に宇宙への移動、資源供給を行う手段は現在のところはロケットに限られています。そしてロケットでの移動を行うには、ロケットの製作費用、燃料費、運搬する資材や人材など多様な要素が必要です。そしてロケットはリユースができません。まだ作られていませんが、宇宙への移動手段として宇宙エレベーターというものが研究中です。ロケットとは異なり、安全面、費用面が良くなり、大気汚染の心配がない移動手段として研究されています。1991年にカーボンナノチューブという成分の素材が日本で発見されたことにより、宇宙エレベーターの建造の可能性が生まれてきました。一つ作るのには費用は大きいですが、ロケットより耐性能がかなり良くなります。現在使われているロケットとこれから作られるであろう宇宙エレベーターを比較してみます。まずロケットでの移動として考えたときに、宇宙に打ち上げるまでに莫大な燃料を使います。左から2番目の図にあるように、ロケットの本体重量の約9割が燃料であり、割合から考えたら宇宙空間は少ししかありません。さらに燃料は塩基などを含む固体燃料などを使用するので、有毒物質を発生させ環境汚染へとつながります。それに対して宇宙エレベーターはロケットのような障害につながる燃料を使わず、環境的には良いとされています。またロケットは爆発してしまう可能性はありますが、宇宙エレベーターはその心配がありません。エレベーターが上った時に消費され電力は宇宙エネルギーとして残り、降りる時にそのエネルギーを使うとエネルギー消費が少なく運転費用は安くなります。この宇宙エレベーターにアジア一を誇るスカパーの多数の衛星で地上と宇宙との情報伝達と、エレベーターを遠隔操作によって正確かつスムーズに管理することができます。スカパーの技術である位置情報および危機管理システムを使い、リゾートの遠隔管理を行います。
施設を宇宙に放つ方法、組み立てる方法は今現在使われている人工衛星打ち上げ技術を駆使し、施設をパーツごとに分け何回かの打ち上げにします。そして人工衛星は宇宙船の宇宙空間でのドッキング技術を使い、人工宇宙リゾートを地道に組み立てます。こうすることで宇宙空間に施設を作ることができると考えます。なお、このドッキングは有人ではなく無人ドッキングで行います。まず1つ目の施設はホテルです。各個室に窓を設置し、外の宇宙空間の景色も見られるようにします。次に食堂と食料庫を紹介します。食堂は西洋風の落ち着いた高級感のある内装になっています。この計画をメリットについて説明します。まず宇宙に気軽に行けること。今まで私たちがここからの伝言で想像してきた宇宙を自分の目で見ることができるということです。子どもは家族と共に宇宙を学び、宇宙に関する仕事を見つけ、大人は現代の宇宙と技術を知り、これからの発展を支援してもらうきっかけになればと思います。次に私たちが住む地球での CO2 や動物たちの問題、動物の住処を奪うことなく有害な物質をロケットや今私たちが提案している移動都市を移動するエネルギーに変換することができたのなら、地球にも活用できる素晴らしい技術が生まれるのではないでしょうか。次のメリットは重力の調節がバリアフリーやリハビリへとつながるのではないかというものです。移動の中でのリハビリは怪我のリスクは少なく、負担なく肺や筋肉を鍛えられます。同じことが宇宙でも期待できるのではないでしょうか。だんだんと重力がかかっていくような施設を用意すれば、患者だけでなく我々が地球へ戻った時のリハビリにも使えると思います。さらに子どもも無重力は楽しいところ、遊び場を設置すれば大人も疲労することなく付き合っているのでは、家族にとって夢のような場所になるのではないでしょうか。メリットを説明してきましたが、デメリットもあります。例えば地球への環境破壊はないと説明したばかりですが、本当に地球への害はないのでしょうか。木材や CO2 を抑えられるとは言っても、地球の周りをリゾート地がぐるぐると回ることになると予測されます。月の動きによって月食が起こったり日照が変わったりします。リゾート地が太陽を通過するとき日が差さなくなり、最悪の場合時間の概念や温度が変わることがあるのでは。また地球から宇宙を観察する人がリゾート地の影響で調べられないことが増えるなんてこともあるかもしれません。我々の科学で自然に影響を及ぼさない可能性がないとは言い切れません。さらに宇宙に害はないのでしょうか。人が移り変わるとはいえ、宇宙にとっては一年中たくさんの人間がいることになります。今現在でも宇宙ゴミの問題が重要視されている時点で、この計画を行った場合より宇宙ゴミが増えるのではないでしょうか。宇宙の法則を壊すことになってしまったら取り返しがつきません。我々の快楽のために法則を壊すことは避けなくてはいけない。しかし日本をはじめとした少数の国だけで実現することは可能なのか、もっと宇宙について確信を持った研究が必要だと思われます。さて、今回我々はリゾート機を宇宙に建てることをプレゼンしてきました。スカパーの衛星を使用したもの、家族との団らんをテーマとしましたが、いかがでしたでしょうか。私たちの今回の計画はとても大胆な内容ですが、この計画が実現したならば宇宙に住むことも遠くないかもしれません。スカパーの技術発展によってこの計画がいつか現実になることをチーム一同期待しています。以上でチームズーサートの発表を終わりにします。気をつけ礼。皆さんありがとうございました。それでは好評お願いいたします。宇宙行ってみたいですよね。宇宙旅行っていうような話がよく出てきて、で、まあ、僕本当に行ってみたいと思うんですけど、だんだんこう年を取ってくるとやっぱり宇宙に行くってすごく負荷がかかるので行けなくなるとか、そういうことをですね、いろいろ考えると、宇宙エレベーターって、さっきリハビリっていうような話も出てきましたけど、そういう
ロケットの荷重に耐えられないような人も、まあ、気軽に宇宙に行けるという発想でいくと、あ、もっとなんか可能性が広がるなというふうに思いました。ありがとうございます。お疲れ様です。今回発表の内容を聞いてまして、やはり最初の宇宙って誰のものというような問いかけから始まって、すごく細かいところまでよく調査してるな、調べてるなというふうに全般的に感じました。その他にもその宇宙空間にリゾートを作ることで環境ですとか健康、皆さんの楽しい時間を過ごせるという娯楽の面でもいろんな面で本当に利用ができる提案だなと思います。あとそういう大型なものを作るので、やっぱりその宇宙開発というものの、発展にもすごく貢献できる点だなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。最後にもう一度大きな拍手をお願いいたします。続いて7チーム目の発表です。もう一度すいませんお願いします。
皆さんが知っている通り、スカパー JSAT といえばアジア最大級の衛星通信事業が展開されております。アニメや映画などの衛星放送などが有名ですよね。突然ですが、ここで今回この企画に登場するキャラクターを紹介しようと思います。クロハちゃん、スカピジーさん、さて今回スカパー JSAT から課されたミッションはこちら。世界初、君たちだけの原体験を生かした新しい宇宙ビジネスを提案せよというものです。というものです。さて現在実際に行われている宇宙ビジネスはというと、衛星通信、衛星放送、 GPS 機能などが挙げられます。そして原体験とは、その人の人生観や人間観の元になっている、ずっと記憶の底に残っているものを言います。つまり私たちの心の中にある絶対に忘れることができない体験ということですね。全員の中に共通していた忘れることができない体験は、2011年3月11日に発生した東日本大震災でした。地震と津波により原子力発電所が停止、そしてメルトダウンを起こしてしまいました。それにより放射性物質が流出、また電力不足による突然の停電や計画停電によって大きな影響を受けました。特に被災地の方々にとっては、住み慣れた家から離れなければならず、一方で放射性物質の汚染による不安などと様々な不安を感じたりして、とても心細かったでしょう。少しでもそんな不安を取り除き、安全安心な暮らしができたらいいな、そんな風に考えました。そこで私たちが思いついたのは、絶対に途切れることがない、そして危険のない電力供給方法、題して SDG の宇宙に広がれ未来への希望、SP フィールド。それは S ソーラー、 B パノル、それをフィールド、一面に広げるという意味を込めました。つまり事故の影響のない宇宙空間にソーラーパネルを広げようという企画です。でもそれってどうやるの？それじゃあ、わしが説明してあげよう。どうやら、スカッピ爺さんが説明してくれるようです。スクリーンをご覧ください。地球から折りたたんだパネルと白い鏡を乗せたロケットを発射して、宇宙でそれを広げるじゃろう？それでロケットだけ地球に戻ってくるんじゃよ。なるほど。すごい方法ね、スカッピ爺さん。でも、マイクロ波って何？それからどうするの？うん、それも教えよう。再度、スクリーンをご覧ください。宇宙に広げた太陽光パネルで太陽光発電をするんじゃ。次に、その電気をマイクロ波に変換してスカパーの衛星から地球の受信基地へ送信、それをまた電気へと再変換するんじゃよ。すごいわ、スカッピじいさん。でもマイクロ波って何？マイクロ波はな、電子レンジも使われているんじゃ。電気を電磁波に変えたもので、これを使えば無線で電気を送ることができるんじゃよ。マイクロ波ってすごいのね。ありがとう、スカピじいさん。そんなクロハに朗報じゃ。この太陽光パネルは紫外線もカットすることができるんじゃよ。お肌にも地球にも優しいわ。クロハちゃんも嬉しそうです。さて、 SP フィールドプロジェクトでは、現在世界で使用されている全電力量の2倍を作ることになります。SP パネルを5700枚宇宙に設置し、原発を多く保有している国や電気を大量に使用している国を中心に受信基地を作ります。こうすることで、将来的には
原子力発電や火力発電を行わずに済み、安心で環境に優しい生活を送れるようになるのです。太陽光パネルの素材の太陽電池にはシリコンと化合半導体が多く使われていますが、この規格では高温に耐えられる化合半導体を採用、具体的には CIS 太陽電池を使用します。この CIS 太陽電池は高温時の出力低下が少なく、薄膜化により資源を有効活用できます。そのため大量生産によって低価格で製造できることから最もこの規格に適しています。それではこの規格のメリットとデメリットについて説明をします。まずメリットです。発電が安定して行えること、莫大な発電量が得られること、温暖化防止にも貢献できるということ、クリーンエネルギーであるということ、永久的に発電が可能であるということ、紫外線をカットできるということなどが挙げられます。続いてデメリットです。一つ目に、ロケットの打ち上げ1回につき7億円かかります。必要としているパネルと鏡の数の分の枚数を設置するには5700回ロケットの打ち上げを行います。すると4兆円もの莫大な金額がかかってしまいます。しかし地球温暖化の防止は地球全体の課題でもあるため、世界各国から投資を募ることができます。しかしそれだけでは足りません。そこで排出取引というものを利用します。一つの国が年間に出していい CO2 排出量は京都議定書により定められているのですが、中にはその制限をクリアできなかったり、逆に大きくクリアする国もあります。排出取引とは、制限をクリアできなかった国がクリアできた国からその排出量の余分分を買うことができるというシステムです。つまり SP フィールドプロジェクトにより大幅に削減された CO2 排出量を売ることができる、スカパーの資金回収にもつながります。そのようにして SP フィールドプロジェクトで作られた電気を普及させ、資金も回収する予定です。二つ目は、マイクロ波の正確性を高めなければ危険が生じる可能性があるということです。これは技術力の向上により解決できると考えています。実際京都大学でも危険が減らせるということが立証されています。ところで、この企画にはもう一つ、地球にとって大きな可能性が秘められているのです。イギリスの権威ある雑誌ガーディアンによると、今地球に降り注いでいる太陽光の 1% を遮光することができれば地球温暖化は止められることが分かっています。つまりこの企画では太陽光パネルでその役割までも果たすことが可能なのです。その地球に太陽光が降り注ぐ面積の 1% とは、全体が2550万平方キロメートルであるので25万5000平方キロメートルになります。分かりにくいと思うので言い換えると、日本の面積の約 67% の広さ、アフリカにあるガーナという国とほぼ等しい面積です。先ほどのパネルでこの面積を覆います。こうすることで地球温暖化防止にも貢献することができるのです。さらにビジネスとしては、スカパーに加入してくださったご家庭には未加入家庭よりも安く電気を提供することでスカパーの普及率を上げます。そしてスカパーが普及していないアジア以外の国々にも産出し、その地域の電力会社と提携を結び協力を仰ぎます。資金回収は3年半以内に達成できる見通しであるため、値段をどんどん安くできるのです。つまりこの企画は、電力の供給、太陽光のカット、この2つを実現できる、そう、これこそが夢の計画ビジネスなのです。もしこの企画が実現したら、全世界で使用されている原子力発電による発電量の10倍もの電気を得ることができます。そうすることで、もう原発への不安で苦しむ人もいなくなり、そして
地球温暖化も食い止めることができるのです。私たちで手を取り合い、そしてぬくもりのある世界を作りましょう。人が地球に寄り添う、そんな未来を作っていけると思います。これで衛星戦隊トラバンターの発表終わりします。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまの発表時間10分41秒でした。審査員の皆様よりご好評お願いいたします。はい、まるで一つの番組を見ているようですね。本当に感心しました。太陽光パネル、人工衛星を使っているんですけど、あれを まさしく宇宙にこう展開して発電をしていこうと思うんですけど、サイリモンになってそのパーセント遮光することによって温暖化対策をするというところまで話が戻ってですね、これはすごいなと思って本当にびっくりしました。いろんなストーリーがうまくこう重なって一つの大きな夢になって表現されるなと、すぐ感じました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日疲れ様でした。皆さんいい声ですね。これが事前に見させていただいたときよりも、結構またいろんな要素を盛り込んですごく良くなったと思います。で最後にの方で、排出取引の、仕組みを使うとかそういうところはすごくいいなと思いました。であとは電力を作るだけじゃなくて供給するっていうところまで踏み込んで考えていて、実際サービスが、ライフラインのサービスに、入り込めるとすごく企業としても強いので、そういうところはすごく魅力的だなと思います。これからも全体として地球を守ってください。お疲れ様でした。本日はありがとうございました。最後にもう一度大きな拍手をお願いいたします。続いて8人目の発表です。グローバルビジネスや新規事業領域の拡大に取り組んでいます。そして
私たちがスカパー JSAT から与えられたミッションがこちら。世界初、君たちの原体験を生かした新しい宇宙ビジネスを提案せよです。与えられたこのミッションの中にあまり聞き慣れない原体験という言葉がありました。まず私たちはこの言葉について調べました。原体験とはその人の記憶の底にいつまでも残り、何らかの形でこだわり続け、人格形成の大きな影響を与える子供の頃の体験のことです。幼少期に影響を与える一番の媒体がテレビであると私たちは考えました。おそらく皆さん一人一人にそれぞれの原体験があると思います。ここで私の原体験を例として説明したいと思います。私は幼い頃、地元のサッカーチームである京都サンガが天皇杯で優勝した試合をテレビで見ました。その影響でサッカーを始め、今に至るまでの12年間で様々な学びを経験し、今の私が形作られました。私たちのメンバー全員それぞれの原体験からスポーツを始めたという共通点があります。そこからスポーツに着目し、子どもたちの心を動かすきっかけ作り、原体験作りを手助けしようと考えました。スカパーの強みである衛星通信のメリットは、映像、音声などの大容量の情報を地上回線を敷設することなく、多くの拠点に向けて一斉に放送できることです。地上回線を敷設する必要がないので、都市部、山間部、離島を問わず日本全国をカバーすることができます。さらに通信衛星は宇宙空間にあるため、地震や津波など地上の自然災害の影響を受けにくいという大きな利点があります。そして私たちが提案するのがスカパーマイビジョン。一言で言うと、皆さん一人一人がテレビ画面を操るディレクターとなって放送を楽しむことができるというものです。それでは内容をご説明いたします。まずこのスカパーマイビジョンとは、視聴者が見る映像を従来の放送とは違う全く新しい方法でお届けするものです。これは視聴者が様々な角度からの映像をお好みでカスタマイズし視聴できる放送の仕組みです。これだけでは分かりにくいと思いますので、これからサッカーをベースに説明していきます。従来の映像の他に、上空からの映像や審判やベンチ目線、選手、監督の表情を捉えた映像を見ることができたら、もっと面白くなると思いませんか？そのような映像を私たちがお届けしたいと思います。審判目線の映像は、審判に支障が出ないよう軽量のヘッドバンドタイプのカメラをつけてもらい撮影します。ベンチからの映像では、ベンチの上にカメラを取り付け、ボールを追って撮影し、また監督やベンチメンバー、アップしている選手の映像も撮影します。他にも観客席やゴール裏にカメラを設置し、実際会場にいるような雰囲気を味わえる映像もお届けしたいと考えます。選手や監督の話す作戦の声や観客の会話が入ってしまうと、プライバシーの問題があるので、音声は従来のものを使用します。これから例として、アジアカップ UAE 戦の柴崎選手のゴールでどのようなものか説明していきます。これはいつも放送されている、皆さんが見ている映像です。次は横からの映像です。逆サイドからの映像です。観客席からの映像です。上空からの映像です。これらの映像で見たいものを視聴者が選択し、一つのテレビ画面で同時に見たり、選んだ映像だけを大画面で見ることができるのがスカパーマイビジョンです。従来の映像を見ながら新しい角度からの映像を見ることができれば、より面白くなること間違いなしです。さらに見逃してしまったり、今のシーンをもう一度見たいと思った経験はありませんか？そんな時、
気になるシーンを巻き戻して見ることができ、また早送りや一時停止はもちろん、スローモーション再生も搭載しており、一つのシーンを別の角度から確認することができます。会場に設置されているスカパーのカメラで撮影されたすべての映像は自動的に保存されます。各家庭で録画をしなくても、スカパーマイビジョンを利用することで、その間は自由にその番組を視聴することができます。ここで問題になるのは費用です。一つの番組に今までより多くの種類の多くのカメラを用いることになれば、その分かかるコストも大きくなります。そこで私たちは対策としてスポンサーをつけることを提案します。ホームタウンやスタジアム周辺の観光名所や名産品、飲食店の紹介を行い、番組の山に CM を流します。そうすることでコストを抑えることができ、他地域の活性化にもつながります。またスポンサーからの投資してもらったお金でスカパーマイビジョンをより良いものに進化させることも可能です。もちろんスポーツ以外にも様々なジャンルにも応用させていきたいと思います。例えば山登りやキャンプ、釣りなどのアウトドア、アーティストのライブ映像、地域から世界中の様々なお祭りを放送し、幅広い人に楽しんでもらえるようにします。さらにスカパーをたくさんの人に利用してもらうために、私たちはスカパーオンデマンドを全面的にアピールしようと考えました。このスカパーオンデマンドとは、スカパーの人気チャンネルがスマホ、PC、タブレット、プレミアムサービスチューナー、または対応デジタルテレビから楽しむことができるビデオオンデマンドサービスです。ライブ配信ではスポーツを中心に年間1000番組以上を配信、さらには無料で視聴できる番組も多数配信しています。しかしスカパーに加入するにはお金がかかったり手間がかかるんじゃないかと思っている人がまだ大勢いるのが事実です。そこで加入料無料、基本料無料で視聴が可能なスカパーオンデマンドに目をつけました。インターネットを利用した動画配信サービスなので、アンテナの取り付けも不要です。このスカパーオンデマンドに、スカパーマイビジョンの特徴である様々な角度からの映像を選択し、視聴できる放送の仕組みを加えることによって、さらにより良いものになっていくでしょう。手軽で身近なスカパーオンデマンドとスカパーマイビジョンを融合させたものを様々な方法でアピールしていくことによって、スカパー加入者の増加を図り、コストも解決できると考えます。スカパーマイビジョンのさらなるポイントは、充実したデータ情報です。スポーツであれば従来の選手やチームの情報に加え、試合中の選手の走行距離や動き方を確認できるようにし、そして試合に向かうにあたってのトレーニングや食生活も紹介します。もちろん支障のない範囲でチームに密着し、許可されたもののみをお届けいたします。アーティストのライブ映像であれば、アーティストのメンバー紹介や生い立ち、セットリスト、イベントのスケジュールなどを提供します。さて皆さん、花火を地上からではなく上空から見たことはありますか？こちらが花火を上空から撮影したものです。とっても幻想的ですよね。このような普通では見ることができない映像もスカパーマイビジョンを使えば見ることができます。スカパーマイビジョンはスポーツやライブ以外にも、先ほどのような花火大会や世界中の不思議なお祭りなど、さまざまな場面で活躍できます。このような放送や情報提供ができれば、従来の放送に比べ迫力のある映像が視聴でき、その場所に足を運ばなくてもその感動を味わってもらうことができます。これは子どもたちだけでなく、幅広い年代の方にきっと楽しんでもらえることでしょう。未だかつてないこのスカパーマイビジョンで、
新たなスカパー加入者を呼び込むと同時に、子どもたちがより多くの様々なことに興味を持ち、原体験を作る手助けをしたいと考えます。またこの提案が今後実現すれば、サッカー以外の他のスポーツにも活用できるのはもちろんのこと、町おこしや地域の活性化にもつながります。たくさんのことを学び、豊かな感性を育み、そしてこの新しい放送スカパーマイビジョンを心の底から楽しんでもらいたいです。これでチームサテライト面の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。審査員の皆様、コンをお願いいたします。ですね、いろいろなこう角度で、例えばスポーツを中継するっていうのは、何回かトライしたことがあるんですけども、我々は2チャンネル放送なので、そういうことが比較的、他に比べて可能だということで、やったりしてますが、それをこうオンデマンドをこう中心に展開すると、それから、スポーツに限らず、最後花火が出てきましたけども、なるほど、そういういろいろなものをいろんな角度で撮ってみると、無限大だなと。そうするとさすがにその他チャンネルが武器の衛星でもなかなか処理しきれないと、じゃあオンデマンドかというような、方法っていうのは大変参考になりましたので、ちょっと参考させていただきたいと思います。ありがとうございます。お疲れ様です。非常に視聴者が自由を持っている、ただ見るだけではなくて自分で見たいものを選べるのすごく未来的な発想だなと思いました。ちょっと私もあったらそれを使って選んで見てみたいなと思いました。あとこれが世界にまた広まるとまたすごくインパクトもあって影響力も広がる点だなと。ありがとうございます。お疲れ様でした。それでは最後にもう一度大きな拍手をお願いいたします。続いて9チーム目の発表です。それでは続いて9チーム目の発表です。上昇学園高等学校 WCF の皆さん、作品タイトルはライトスマイルプロジェクトです。そこでまずミッションにあった原体験が気になり、記憶をたどると私たちには共通の思い出がありました。小さい頃、絵や文字をたくさん描いてきたことです。塗り絵が大好きだった私、壁に落書きをして怒られた僕、みんなで一つの絵を完成させました。私たちには絵や文字を使った思い出がたくさんありました。今でもテストの時間が余ると問題用紙に落書きをしてしまいます。私たちの思い出、すなわちこれを原体験とし、何かできないか、絵や文字を描いているとき自然に笑顔になりました。私たちは空に絵や文字を描き出し笑顔になる、そんなビジネスを提案します。我が社の企業理念、自分たちの仕事の積み重ねで社会から必要とされる会社となること。社会から必要とされるには
たくさんのお客様からの支持、お客様からどれだけ満足していただくのかと考えました。我が社のチャレンジ精神、パイオニア精神を存分に発揮することで、私たちの原体験を生かした宇宙ビジネスをお客様に満足していただくのです。宇宙から世界中の人たちへメッセージを。さて、実際に絵や文字を空から写すことはできるのでしょうか。科学、物理の先生4人と自分たちが調べたデータに基づいたところ、我が社はホタル1号という衛星機を打ち上げ、空に映し出すことを実現させたいと考えます。ホタル1号にはレーザーパネルがたくさん入っており、そのレーザーパネルは1台につき1文字映し出します。この赤丸のセンサーは地球からのデータを受信するものです。そのデータをもとに文字や絵を形作り、雲に向かってレーザーを発射します。レーザーが雲に当たると水分子の反射で光が散乱されます。衛星は散乱を利用して空に文字や絵を描くのです。また散乱を起こすことにより広範囲の場所で見えることができます。雲といっても水蒸気の水分子さえあれば散乱を起こせるので、対流圏までレーザーが届けば映すことは可能です。また衛星から LED ライトを使って過去にモールス信号を映し出す実験があり、成功もしているので挑戦すれば実験はそう遠くはないのです。衛星を複数使って連動させれば絵や文字を映し出すことはこのように可能です。このビジネスが実現すれば、お客様が普段感謝している人へこれまでとは違う方法で感謝の言葉を伝えることができます。また誕生日や結婚式のサプライズなどいかがでしょう。愛する人へ公開プロポーズも素敵ですね。遠く離れた人へメッセージを送ることだって可能です。お客様の考えで自由にできるサービスを提供します。利用方法は様々です。ではこちらの一例をご覧ください。あ、星見えてきたで。マキも見てるかな。このように周りの人もそれを見て、私も描いて自分の気持ちを伝えたいと思い、ますます利用者が増えることでしょう。そしてスカパーがイベントごとでクリスマスのサンタさんや年越しカウントダウンができれば、みんなで同じ時間を共有することもできます。また法人向けには広告として企業ロゴや企業のホームページの QR コードを映し出したりすることも可能です。
ではお客様はどうやってサービスを利用するのでしょうか。至って簡単です。先ほどの動画にもありましたが、1、まずマイスカパーというアプリを入手。2、次に絵や文字を描きます。3、映し出す予定日と時間帯、エリアを していただきます。すべてを送り、料金を支払えば準備は完了です。しかし、忘れないでください。このビジネスが原体験から来ていることを。描く楽しさ、それを人に届ける喜びを。お客様がこのサービスを利用する過程で、送る人へ、映し出す夜空へ愛を込めてください。我が様もお客様からの愛を空まで届けることをお約束します。しかし、このビジネスに問題点や疑問点はないのでしょうか。雨の日はサービスを利用できますか。はい、レーザーの波長を長くすることで雲まで散乱させることにし、傘をさせば雨の日でも見ることが可能です。お昼には見ることができますか。はい、でも寂しい夜に明かりを照らしたい私たちの気持ちから、暗い夜にしか映し出しません。レーザーは雲まで届くのでしょうか。レーザー出力の問題なので、出力の調節次第で雲まで届かせることは可能だと考えます。まとめです。私たちが何気にしてきた原体験は皆さんにもあったはずです。その原体験は今でもコミュニケーションを取るのにも欠かせないものです。皆さんが夜空を見上げるときに何か一つでも感じられる心温まる夜にします。自分の大切な気持ちを伝えてみませんか。心温まる大事な絵や文字を皆さんで作り上げませんか。そんな未来は空も自分たちも眩しくキラキラ輝いていると私たちは思います。僕の思い出です。仕事が忙しかった父は時間がなくて、わがままを言う僕と散歩をよくしてくれました。その散歩は絶対に夜で、人がいない静かな公園を歩いたりしました。父は空を見上げながら、昔はもっと星が見えたのにねと言いました。どうして今は見えないのだろう、いつも考えました。だからこそこのビジネスは夜空に映し出したいのです。我が社は世界初、私たちの原体験を生かして新しい宇宙ビジネスで世界中の人々を笑顔にさせます。これがライトスマイルプロジェクトです。これでチーム WCF の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。ですね、イベントの場になって、これうちの会社でやったら社員の半分は泣きます、ね、本当にあの当社ってエンタメって言いますか、放送の名前にあるんですけど、衛星の授業があるんですけど、そのもろにそれをくっつけたら放送っていう、本当に今まで会社の中で誰も語ったことのないような上のあるお話を本当に楽しく聞かせていただきました。疑問点のところで夜にしかやらないって言ってるのもすごく素敵ですね。あと最後にただ声がいいですね。このままアナウンサーみたいな印象に残りました。ありがとうございました。お疲れ様でした。そうですね、発表の途中では、メッセージを送る以外のことにもいろいろ使えるんじゃないかなとか考えたんですけれども、でも最初から最後まで、人を幸せにするっていうことと、みんなハッピーにするっていうことをなんかすごいテーマとして一貫として持ってるので、すごく説得力があるなっていうことと、企業としてはその自分の仕事がその誰かを幸せにできるってことは、なかなかそういう仕事ってないというか、本当にそういう仕事ができたら自分も幸せになれるだろうなという
ところをすごく感じました。お疲れ様でした。今度はありがとうございました。それではもう一度大きな拍手をお願いします。いよいよ発表も次のチームで最後となります。続いて最後のチーム10チーム目の発表です。ではいよいよ最後のチームとなりました。育英西高等学校5番部の皆さん、作品タイトルはオブザーブ・ジ・アニマル・フロム・ザ・スペース、宇宙から動物を観察せよです。とお話をする前に、私たちにはもう一人メンバーいるんですけど、一緒に東京まで来たのにインフルになってしまって出場できなくなってしまったので、坂口さんのためにも頑張ります。この震災は津波という災難が重なり、死者18,877人、行方不明者4,616人というあまりにも多くの被害者が出ました。ただ地震の最初の揺れから津波の到来まで時間があったのにもかかわらず、多くの人が逃げ遅れました。地域の防災担当者の方々は、もっと早く避難を呼びかけていれば多くの人々を救うことはできたのではないかと悔やまれてならないでしょう。この地震、津波は予想外の大きさでした。現在の観測ではそれ相応の対処ができなかったため、このような結果になってしまいました。災害を止めるような力は私たちにありません。しかし、もしこの事態をほんの数分でも早く予測し、正確に対応していたら、この被害をもっと防ぐことはできたのではないでしょうか。今回のミッションは、世界初、私たちの現代を生かした宇宙ビジネスを提案せよ。まず原体験という言葉を私たちは、過去に自分たちが経験し思い出に深く残っているものと捉えました。しかし過去のこととは忘れてしまっているものです。このミッションをもらったある日、母がこんなことを言っていました。あんたはまだろくに日本語喋られへんかった頃、いつもチャチャオと喋ってるね。チャチャオとは昔私の家で飼っていたオスのゴールデンレトリバーです。よく話を聞くと、チャチャはおっとなしいので、いつも私の意味不明な話しかけを聞いてくれていました。皆さんは動物と話ができる、そんなお話を聞いたことはありませんか？このように皆さんも覚えていないだけで、幼い頃、動物たちと意思疎通や情報伝達ができていたのかもしれません。これこそが私たちの原体験です。そしてここからひらめいたのが、これからお話しする私たちの提案です。さて、こんな伝説があります。昔、海賊船が嵐によって沈没し、海賊たちの多くは溺れ死んでしまいました。しかし、いつも海賊船にいたはずのネズミたちは、その難を逃れたという話です。なぜネズミたちが助かったのか。それはネズミたちは嵐が来ることを察知し、海賊船が港に着いた時にその船を降りていたからです。この伝説の全てが真実ではないでしょう。しかし一部は事実かもしれません。次の動画をご覧ください。中心の犬にご注目ください。犬が逃げた瞬間、地震が起こります。これは震災前に動物たちが何らかの移動行動を実際に行っていたという事例です。私たちは考えました。宇宙から動物の異常行動を把握し、災害が起こるのをより早く察知することで、被害者をもっと減らせるのではと。さて皆さんは、
私たちが冒頭に述べた21世紀の天然資源とは何だと思いますか？天然資源とは一般的に石油、天然ガス、レアアースといったものを指します。しかし私たちが注目したのはデータです。今データは21世紀の天然資源とも呼ばれているのです。例えばソーシャルネットワークは膨大な情報を常に生み出し続けています。これに注目している企業や人たちがいることを私たちは知りました。そこで私たちは動物たちから大量の情報を人工衛星で取れ、人間や社会だけでなく自然環境の変化をいち早く知るというスカパーが目指しているパイオニア精神にのっとった新しいビジネスを提案します。その名も Observe it from the space、 宇宙から動物を観察せよ、通称オバンズプロジェクトですを立ち上げました。まあなんということでしょう。たまたまですが、私たちがミッションをもらう前から付けたチームの名前と同じじゃないですか。まず海の中の動物、クジラやイルカといった大型海洋生物から情報をもらいましょう。クジラにはコバンザメのような発信機を取り背中にくっつけます。イルカには小さなランドセルのような発信機をくっつけます。この発信どちらも動物愛護団体に怒られないような小さなものを開発する必要があります。この発信機は GPS、 水深水圧計、水温計なども備わり、水面に近くなった時に衛星に向けて電波を発します。そして常に動物の動きの情報を集めるんです。そして発信機をつけた大型海洋生物が一斉に海面に上がってきたり、一つの方向に向かっていったりなどといった異常行動を取った場合に、自然環境の変化を捉えてその地域や気象や地震観測を強化するんです。ちなみに発信機の電力がなくなると衛星に情報を送ることができません。そこで私たちはこの発信機に水力発電装置を取り付けます。発信機をつけた動物が海の中を動き回ることで水の力が常に働き、蓄電池に電力を貯めれるようにするんです。次に地上の動物たちです。皆さんはオムロンの開発したオカワビジョンというものをご存知ですか？オカワビジョンとは人間の表情を分析し、その人の感情を読み取ることができる機能です。私たちオバーンズは近い将来、人間だけでなく動物の表情も分析できる機械ができるのではと推測しました。そしてこれを監視カメラの中に組み込みます。その名も獣ビジョン。この獣ビジョンを動物が生息している様々な地域に設置します。監視カメラで動物の行動を観察し、獣ビジョンで画像を自動的に解析して様々な感情を読み取り情報を集めます。またスカパーは悲しい、恐怖、不安といった感情を読み取り、異常行動を取った場合に自然環境の変化と捉えて、その地域の気象や地震観測を強化するのです。犬や猫のようなペットであれば自宅のインターネット回線を利用してスカパーやデータを送ります。さらに屋上の牛や馬などの家畜の場合は、監視カメラの映像、中継機から衛星通信でスカパーにデータを送ります。もちろん日本だけでなく世界にこの獣ビジョンを広げましょう。最後に空中の動物です。私たちは鳥にも発信機をつけたいのですが、空中を飛んで生活する彼らにとっては発信機は邪魔になり、文字通り重りになってしまいます。そこで鳥は衛星の目、つまり衛星のカメラ画像で監視しましょう。この3つの異なった場所からの情報を衛星へ送り、さらにそこからスカパー本社へと送ります。そして過去のデータと照らし合わせて、それが災害前の行動かどうかを探り当てるのです。皆さんはビッグデータをご存知ですよね。総務省のホームページに ICT が導く震災復興、日本再生の道筋としてビッグデータの活用が書かれています。それは ICT の進展により生成、収集、蓄積型の容易になる多種多様のデータ、つまりビッグデータを活用することにより異変の察知や近未来の予測などを通じ、利用者の個々のニーズに即したサービスの提供、業務運営の効率化や新産業の創出などが可能になります。動物なんて何も教えてくれないよ。確かに一頭、一匹、一羽では何も分かりません。しかしこの数が多種多様になれば、
見えてくるのです。見えてくるのです。オバランスプロジェクトはただの動物好きの夢物語に聞こえるかもしれませんが、例えば犬の嗅覚は人間の数万倍と言われています。つまり人間よりも優れた視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚を持っているものがたくさんいます。人間には見えないもの、聞こえないもの、匂えないもの、味わえないもの、触れられないものがあります。それに現代人よりも自然に適応して生きています。そこから学ぶものは少なくないはずです。オバーンズプロジェクトではこれまでの観測データ、動物たちが教えてもらう自然環境の変化といった21世紀の天然資源を活用して異変の察知や近未来の予測をし、ビジネスチャンスを広げましょう。しかしまずは宇宙から動物の異常行動を把握し、災害が起こるのをより早く察知することで被害者をもっと減らすといったスカパーにしかできないことをやるべきです。スカパーが目指しているパイオニア精神がオバーンズプロジェクトを成功に導くことができるでしょう。オバーンズプロジェクトがスカパーに新しい宇宙ビジネスを作り出していくことになります。それは上空36,000km の宇宙に浮かぶ震災復興と日本再生への大切な道しるべとなるでしょう。これでオバンズの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは公表をお願いいたします。鳥居の発表をさせました、動物っていう感覚を使うとすごいこうローテクというかあまりテクでもないようなところからですね、その、立体区全ての動物に衛星がちゃんと絡んでくるということで、目的は、その災害というところに置いているその地点、どれも素晴らしかった。ありがとうございました。発表ありがとうございます。先ほど発表の中で天然資源がデータというところがすごく時代を映しているなと思ってまして、で実際にすごいここは、陸海の中を全てデータがすごく、それをどう利用するかというところでやっぱり専門家とのコラボが必要になってくると思うんですけれども、実際その装置の発電の方法はそのフィールドの例えば海の中なら水力発電とかそういう個別にしっかり考えられているところがよりこう全体の説得力を増していたので、最後まで圧倒されました。ありがとうございました。本当ありがとうございました。それでは最後に大きな拍手をお願いいたします。これで以上全10チームの発表が終わりました。ここでスカパー JSAT の山内遥さんより皆さんに全国大会出場の記念品を贈呈していただきます。各チームのリーダーは前へ出てきてください。前に来たリーダーは発表順に並んでください。お願いいたします。どうぞ前までよろしくお願いいたします。では山内さん一言お願いいたします。皆さん、発表お疲れ様でした。まずこの1年間のプロジェクトが、この場で一応完結ということにはなるので、まずここまで皆さんで頑張ったことっていうのにすごくまず企業人として終わりたいと思います。実際にこれから我々が審査員としてこの昼休み中に1位を決めるということなんですけど、正直ちょっと心配しています。これだけ皆さん素晴らしい提案を出してきてますし、夢のある提案、未来を考えさせる提案、そもそも発想すら我々は考えつかなかったことがたくさんありますので、ぜひちょっと1位になれなかったとしても、それは本当にもうビビたるさといいますか、何に注目するかというところですごく結果が変わってくると思いますので、ぜひ自分たちをまず午前中頑張ったことを褒めてほしいと思います。以上でご挨拶です。ありがとうございます。それでは記念品の方をお願いいたします。